さあ今夜のゴールデン洋画劇場は昨年の新人賞を総なめにしたあの金子庄司脚本主演のリュウジをお送りします。ところが金子さんを封切り後1週間胃がんのために33歳に亡くなられた。惜しみではあまりあるしですね。ですから最後の力を振り絞ったんでしょう。リュウジを演ずる金子さんのこの鬼気迫るこの凄さ、こんなすごい役者が日本にいたのか驚きました。そしてその妻を演ずる長島英子さん、助演賞を取られ、これまた見事です。そしてリュウジの娘にですね、お子さんに本当のお子さん出てらっしゃる、映画で最後の別れをなすったんでしょう。本当にそのシーンは胸がもう本当に打たれますが、さあストーリーはですね、ヤクザが肩書きになって、またヤクザなんだありきたりの、いやそうじゃありません、新しい日本の娯楽映画の夜明けを告げるような斬新なテクニックで撮られて、本当に楽しめる娯楽映画です。リュウジご期待いただきたいと思います。そしてこの映画の後、川島徹監督においでいただいて、この映画についていろいろとお話を伺いたいと思います。リュウジご期待いただきたいと思います。リュウジ思わず引っ込まれたと言いますかね。私はかつてあのアメリカ のニューヨークのオフブロードウェイ行きました。そこですごいミュージカル見て、うわーオフブロードウェイでこんなすごいミュージカルがあったのかという感じを、今夜のこの映画を見てですね、うわーこんな映画があったのかと感じしてすごい衝撃を受けたんですが、それではお約束通り、この映画の監督の川島徹さんにお見えいただきます。どうも本当に楽しいというかすごいというかご機嫌な映画、本当にありがとうございました。本当に楽しませていただきました。これは金子庄司さんが脚本ということですけども、はい、全く何にもないとこからあれをポンと書いて持ってこられたわけですか。そうです、ある日突然こういう話を思いついたって、まずは話を聞かせに来たんですけれどもね、それから2週間後ぐらいに第一稿を書いてきたんですよ、うん、でその時ですね、あの癌に侵されたことはもちろんご承知なんですね。いや知りませんでした。あの内臓が悪いことは知ってましたけど、とても癌だとは思ってません。だからあのももちゃんお嬢さんで、ね、本当のお嬢さんなんですけどね、まあ、映画で親子の別れを心ゆくまでという感じで、しかしあの場面が本当に本当の親子だからもうたまんないですね、まあ、暗い話はこなして、はい、さてですね、その2作目のチンピラも金子庄司さんの脚本ということは、まあ、1作ですね、はい、これが、17日から東宝系で全国公開されるわけですけれども、主演はあの柴田恭兵、はい、それからジョニー大倉、これは面白い役者使いましたですね。これまたあの金子さんと違って、もう違う手応えがキラキラとなんていうか飛び跳ねて、とてもすごいコンビですね。ああ、絶妙のコンビになってます。ああ、そうですか。今回のね、チンピラではあの全然ガラリと変わって、とても明るい陽気な映画なんですよ。だからその金子庄司が同じ金子庄司が残したものでも、リュウジみたいな一つこうほっと考えさせられる。まあ、どちらかといえば悲しい話もありますけれども、まあ、最後にそのチンピラ その見どころを一つ伺いたいですか。そうですね、はい、あのとにかくリズムを大切にして、はい、それから、うん、そうだな、本当に新しい匂いのする娯楽映画を作ったつもりでありますんでね。リュウジがしかしそうでしたよ、ね、新しい匂いがするんだけども、なんか新しいだけどわけのわかんない映画じゃなくて、もうよく分かって、もうやっぱり映画はなんていうかな、あの娯楽映画っていうか夢だと思ってますからね。
もう一生娯楽映画を作り続けていただきたいとお願いします。ありがとうございました。それでは皆様、チンピラを見てですね、この若い川島監督の35歳ですか、川島監督の才能を一つに楽しんでいただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。さあ、それでは予告編をご覧いただきます。Came back so fast. I got the end of our lane. I want to be your friend. No? Yep. Oh, I got married in Brussels. のまっすぐにきれいに立ってるのを眺めると、うちは心がスーッとするんや。履いてるまんまで工芸品みたいやな。ちょっとちょっと、あの人よう似てる。あんたにそっくりやないの。ほんまに似てる。中古はほんまはどこで生まれたん。愛し合っても一人きり。Forever. Whiskey on the rocks and change your number.